ですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めます三国です。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は子ども園を通してイエス・キリストに出会った40代女性 K さんのエピソードです。それではお聞きください。私が教会へ行くきっかけになったのは、同じ敷地内にある子ども園に長女を通わせたことからでした。2016年、長女1歳10ヶ月の頃です。その頃の私は長女の育児疲れからメニエール病を発症し、回転性のめまいに悩まされながら長男の出産を控えていました。また仕事は自営業のために休むことができなかったのですが、義理の母より小さい頃から保育園へ預けて母親が働くのはかわいそうだと言われていたこともあり、保育園へは預けていませんでした。けれどやはり大変で保育園を探し始めました。何軒もの保育園を見学しましたが、なかなか見つからず、応募した保育園も落選し続けました。そんな中、私の父が新聞に掲載されていた新しく子ども園ができるという広告を見つけ教えてくれました。すぐに説明会に行き、そこで私は衝撃を受けました。どこの子ども園でも娘が泣き続けたまま見学していました。その娘を抱いて連れて行ってくれた先生がいました。初めての対応です。感動なのか何かは分かりませんでしたが、帰りの車で号泣しました。すぐに入園を申し込みましたが、やはり落選をし続けました。仕方なく認可保育園は諦めました。そして母のつてで無認可でしたが、バイリンガル教育をしている保育園に通園を決めました。ところが次の日、子ども園への当選の連絡がかかってきました。すでに別の保育園、しかも母のつてでの通園が決まってしまっていたので悩みました。けれど子ども園に通わせていただくことにしました。あと数日ずれて他の保育園に通い始めていたら、イエス様に出会うことはなかったと思うと、導きを感じずにはいられません。教会へ行ったのはウォーターサンデーという子供のための夏のビッグイベントにクリスチャンのママ友に誘われ参加したのが初めてでした。その後イベントがあるときは教会に訪れ、賛美を聞くたびになぜか涙が出てきました。また園長先生も時折私にキリスト教に関する本を貸してくださいました。その本の中で、日本人の神様への信仰は自分主義であり、商売繁盛や恋愛成就などを願う自分勝手なものだと書かれており、初詣やお宮参り、丸々祈願、エベッサンなどと全てしてきた私ですが、本当にその通りだと妙に納得しました。娘がいつも子ども園で習ってくるお歌は初めは聞き取れませんでした。けれど毎日聞いているとだんだん聞き取れるようになっていきました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、今はこの聖書の御言葉の賛美を子供たちと一緒に歌うことが大好きです。お迎えの時にある方が他のお母さんにイエス様のことについて話していたので、
一緒に聞かせてもらいました。そこでイエス様が私の罪のために十字架にかかり死んでくださり、葬られ3日目によみがえられたことを教えてくれました。皆さんを通して働きかけており、また毎日子供たちが喜んで賛美している姿を見てきていましたので、すぐに信じることができ、その方と一緒に信じる祈りをすることができました。しかし私にとって一番の懸念だったのは主人でした。このことを恐れながら話すと、あっさり、教会に行くものと思っていたよ、子供が信じているものを指定するのはおかしなことだ、あなたはクリスチャンになればいい、と言われました。そうして次の日曜日に教会で信仰告白をすることができました。私にとっては全てが奇跡で、私自身の選択ではなく本当に導かれたのだと確信しています。以前の私は数えきれない罪の中に生きており、それに気づきもせず他人のせいにして傲慢でした。自分が一番になることを望み、子供たちにもそれを押し付けていました。あのままでは罪の中に死に地獄へ行っていたものと思いますけれど、本当の神様を知り救われた今、天国へ行ける確信があります。先日グループで主人の救いと家族関係の修復と救いをみんなで祈ってもらいました。すると翌週、礼拝に義理の母が来ました。いつでも来てくださいとは言っていましたが、何のバイブレもなくやってきました。主人と家族が救われ、同僚が救われることが今の私の願いです。聖書のピリピ人への手紙2章3節から4節にある御言葉、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに自分より優れたものと思いなさい、それぞれ自分だけでなく他の人のことも顧みなさい。いかがだったでしょうか。今娘さんは小学生になり、チャーチスクールに通い、息子さんは子ども園で毎日楽しく暮らしておられます。この子ども園に入れて本当に良かったなと思います。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上にイエス・キリストの祝福がありますように。